なんて格好してるんだよ、モミジ。ハル、お前は君の格好はなんだ。それが君の血なのか、相馬モミジ君。だって僕こっちの方が似合う。お山の大使を気取ってんなよ、クソ野郎。何様のつもりだてめ、神様か。あ、ブラックコイン。そりゃすげえや。なんとか言えよ、神様。おい、こら姉ちゃん絡むなよ。あんたらどう、なんだし男の格好なんてそれからでもいいんじゃん。かっこよくなるぜ。雨舐める。やっぱ似合ってる格好が一番だよな。いいものか。それはただのわがままであり、他の生徒に対しても。すっげーなてめえも。じゃあもしもユキが女の制服着てたらどう。武井会長最高だ。想像するな。うはちょっとあの、うん、知らないことでいっぱいだな。見せたのか。見せたんだな。またね。結局何しに来た人なの。家であることを証明して見せたのですか。そのことやっちゃう。平気だって。あんなもん別に抱きつかなくブラックだけあってに負えねえ。